松室ロードショー。どうも松本哲です。金正英です。松室ロードショー、今回はですね、はい、ちょっといつもと趣向を変えまして、あら、自分が生まれた年にどんな映画が公開されたんだろうってちょっと気になったんですよ。で、あんまそういう調べ方をしたことなかったんで、確かに、だから今回はちょっとお互いが生まれた年に、はいはいはい、公開された映画っていうのを見ながら、いいね、ああだこうだ言う、ああいいですね。でこれ多分自分の年とかも調べると面白いかもしれないんで、見てる人も、やっていこうかな。僕が1990年で、はい、君島さんが1993年ですね、はい。まあ、この辺の映画なんか面白そうって感じしますよ ね。90年年代の前世紀じゃないですか。で、見たことあるヒット映画とかも多そうっていう感じなんで、見ていこうかなと思います。まずは、僕の1990年、はい、パッと今こう出ると思います。あ、今出てます、ね、表が出ますんで。なるほど、こうなってるんだ出てますんで、はい、いきましょうか、はい。これがざっとありますが、はい、僕がまずびっくりしたのが、バックトゥーザフューチャーパート3。いや、これ90年代の映画なんだわ。そうなんですよ。なんとなくもうクラシックになりつつあって、もうね、なんかね、勝手に70年代とか80年代ぐらいの映画かなの印象なんですけど、3においては90年、うん、だから同い年なんですよ。バックトゥーザフューチャー3と3さんと、で3はあれですね、西部に行く、いや、うん、そうね、なんかいいですよね。あれ1を作った時にまあ大ヒットして、うん、で、あの1の終わりに To be continue みたいな出て、うんうんうん、あれはなんか当時はジョークのつもりで出してた、うんうんうん、でもヒットしたから、続編を作るっていうことになったんですけど、うん、2と3は同時に撮影してたら、そうそう、2部作みたいな感じですね。でこれをあの2は超未来に、うん、もうでもあの未来も僕ら超えちゃってるんですよね。超えちゃったんですよ。あれ2015年とかですよ、確か。いやで3は、西部時代の、うん、記者を使ってね、最後ね、自分をね、超えるっていうのがありましたけど、うん、はいはい、あとね、僕がこれね、結構大好きな映画なんですけど、はい、あのこれも大ヒット映画ですけど、はい、ゴースト、ニューヨークの幻。あ、これ90年なんだ。これね、僕ね、めちゃくちゃ好きで、かつての恋人が死んでしまって、はいはい、幽霊となって会いに来るみたいな。あの、ろくろ回すやつです。そうそうそう。ここだけみんな知ってるね。そう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 、後ろからね、やって。後ろからこうやってもらえる。もう永遠に擦られてるシーンですけど。で、あれって、まあ、いわゆるファンタジーなんですよね。はい、で、ラブストーリーもある。うん、あの、ウーピー・ゴールドバーグが霊媒師役で出てるんですよ、ね。全然覚えてない。そう。で、ウーピー出てんだ。ウーピー・ゴールドバーグがこの霊媒師役でね、助演女優賞取ってるんですよ。そう。で、そうなんだ。ウーピー・ゴールドバーグがこの別れ、あの、死んだ彼氏の通訳代わりになるんです、うん。はいはいはい。で、そこでウーピー・ゴールドバーグが出ることによって、コメディ要素もあるんですよ。はいはいはい。で、後半めちゃくちゃ怖いサスペンスになっていって。あ、そうだっけ。で、ホラー要素もあるんですよ。うん、で、この映画ね、もう途中で表情めちゃくちゃ変えていくんですよ。そうなんだ。もうこれしか覚えてない。いや、まあそうですね。これが印象的すぎてね。はいはい、で泣けるし、これねめちゃくちゃよくできてるなっていうのが思ってたのと、うん、他にもありますね。あ、ダイハード2ね。2か。これもでももっと古いイメージがあった。確かに、うん。ダイハードも80年代のイメージだな。だから1は80年代の後半ギリなんでしょうね。ね、そうそうね。あ、グッドフェローズも。グッドフェローズもそうです。あとこう面白いなと思ったの、スピルバーグ制作で黒澤明監督の夢っていうね。あー、出た。そう、これも90年なんですよね。うん、こんな夢を見たってやつですね。いや、てかスピルバーグ制作、黒澤明監督って、ね、てか多分今の人たち、今の若い人たち、うん、黒澤明が90年代に映画撮ってたって私、ね、ああ、そうなんですよ。知らないんじゃないですか。ほんまに、だからそれで言えば、あの先日ね、ゴダールが亡くなったじゃないですか、うん、俺ゴダールって歴史上の偉人ぐらいのイメージがあるから、映画史としてはね、そう、すごすぎて、あ、まだご存命やったんやってちょっとびっくりするぐらいのありましたね、うん。あとロッキー5になるのかな、もうここまでいくとね。 5って一旦終わるやつですよね。そうです、ここで最後になると思います、ね。確かロッキー、あのリングで戦わないんじゃなかったですか。サブタイトルが最後のドラマになってます。あ、いや、そんなサブタイトルだったっけ。僕は見たことないですけど、この天と地と、これは日本の映画なんですけど、はい、これあのね、興行収入的にはこの年の、邦画では1位の。え、邦画、あ、邦画なんですね。そう。どういう映画なんですかこれ。僕は見たことないです。ちょっとあの詳しくは出てると思うんで、どういう話かって、はいはい。まあ男は辛いよは永遠にやってるんでね。あ、7月4日に生まれて。そうそう、はいはいはい。トム・クルーズですね。トム・クルーズ。アビスもそうですね。あ、今を生きるじゃないですか。今を生きる。ロビン・ウィリアムス。ね、ロビン・ウィリアムス。最高ですよ。これも90年ですね。うん、イーサン・ホークがね、若い頃の。そっか。エクソシスト3。3を覚えてないな、見たかな3。なんかちょっとあの多分80年代後半に大ヒット映画がいっぱい出たいと思うんですよね、うんうん、確かに。で、結構続編が多いですね。それの続編がこうグレムリン2とかね。あ、うん、はいはいはい、そういうのがあるということで、まあやっぱ
あれかな、多分その年のヒットで言うとバックトゥザフューチャーじゃないですか、一番その興行収、日本の国内の興行収入を見ても、1位がその前の年に公開された2が入ってて、で次に3が入っててみたいな感じだったんで、まあまあバックトゥザフューチャーがもうあの席巻してたんですね。ね、あと天と地、天と地どんな映画かもしれないです、ね、生まれた年の映画なんで、どんな映画なのか見たいなと思いますが、大河系なのかな、そうです。さあ続きましては1993年君島さんが生まれた年に公開された映画、はい、こちらでございます。すごい、90年より良くないですか。いや良い良い良いですね。まず天使にラブソングがあって、これワンワンです。いいな。しかももう、もう映画史を塗り替えたジュラシックパークも1が93年ですね。そうなんや。しかもアラジン、すごくない、やばくないですか、もうこれだけで日本人としては楽しい年ですよ ね。うわ、イーストウッドのパーフェクトワールドもありますよ。あ、パーフェクトワールドや、このケビン・コスナーめっちゃいいっすね。パーフェクトワールドもね、やっぱあのナンバーワン映画に挙げる人多いですよね。多いですね、いい映画これ、うん、ベイブもある。しかもベイブ都会へ行くやん、これ2ですね。めちゃくちゃ見たわ、ちっちゃい時めちゃくちゃ見た。いや、めっちゃおるの、90。アダムスファミリー2もね、面白いですよね。アダムスファミリーね。ネットフリックスでね、ありますよね。あ、ハリソン・フォード、逃亡者ね。逃亡者ね。逃亡者なんか、俺、毎週映画、金曜やってたんちゃうかっていうぐらい。一時期、そう、一時期、毎週テレビでやってた。一応、続編もあるんですよね、これ。あ、逃亡者。ジョーンズを追跡した。あるある。あれも面白いですよね。あれも意外と面白い、うん。恋はデジャブ。恋はデジャブ。これもね、タイムリープものの名作ですよ。これ、今のタイムリープもの映画、大体恋はデジャブをオマージュしてること。それまでのタイムリープの映画の概念からちょっと変えたね。そう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 、確かに確かに今見るとなんてことない、ようあるやんってなんですけど、ハッピーデスデイとかもね、結構これのオマージュを。許されざるものは、うん、この年のアカデミー作品賞ですね。そうか、イーストウッドね。イーストウッドですね。イーストウッド、パーフェクトワールドと許されざるものも同じ年なんだ、やば、すごいなまあでもだから約30年前で、もうめちゃくちゃこうまたバリバリやるぞっていう感じだったのね、うん。あ、妹の恋人のジョニー・デップもいいですよ。あ、これ見たことない。ジョニー・デップのね、これ結構好き、ジョニー・デップファンの人は好きって人ですね。あ、フューグッドメン、フューグッドメンね。あ、しかもセガールの沈黙シリーズ第1作目じゃないですか、これ。沈黙の戦艦1作目ですね沈黙ももう毎週木曜日やってたみたいな感じ ね。しかも沈黙シリーズって言ってシリーズ化してるの日本だけなんですよねだって別に現代関係ないですもんね。全く関係ない、セガール主演ってだけです、うん。いや、すごいな。あ、チャーリーロバート・ダウニー・ジュニアですよね。ロバート・ダウニー・ジュニア、はいはいはい。チャーリー・チャップリンの電気映画を、ね、アイアンマンでおなじみのロバート・ダウニー・ジュニア。だこの時もロバート・ダウニー・ジュニアってもう本当に将来を約束された、うん、もうすごい俳優ができたってなったけど、まあ、ちょっとあの一回、ね、なんかドラッグでこう落ちちゃって、でアイアンマンでカムバックしたっていうね、うん。うわ、ピーター・ジャクソンのブレインデッド、あ、見たことない。これピーター・ジャクソンなんや、これピーター・ジャクソンが売れた一発目です、うん。確かレビュー作とかです、でこっから売れてってロード・オブ・ザ・リングとかに繋がるんです。すごいなあ、見たい、見てみよう。あ、恋に落ちたら、どこ、ロバート・デ・ニーロと、うん、ユマ・サーマンとビル・マーレイですよ。ビル・マーレイ、なんか90年代っぽいな、うん、みんなちょっと売れ出したぐらいの、ね、うん。なんかもっとあの僕の90年代のイメージってなんかもっとあのコメディ俳優たちがジム・キャリー、うん、はいはいはい、エディ・マーフィーとかロビン・ウィリアムスとか、うん、バリバリやってる感じ。もうちょい後なんじゃないですか。もうちょっと後か、うん、確かにね、95年以降とかなんじゃないかな。確かに、そうかそうか。天と地があります。え嘘だ、さっきは天と地と、はいはい、今回天と地が、これ 別映画ですか。別でしょうねこれ入ってましたね。いや面白い、はい、面白いですね。これなんか年代で見て何かこう、うん、この年見てくださいとか言ってコメント来たらそれでやるのも面白いです、うん。確かに確かに、うん。なんとなくやっぱ映画ってそうですけど、その時その時の社会のねあれとかこう反映されてるから、うん、まあ、ファッションとかもそうですし音楽もそうですし、なんかそういうのをこう見ながら感じるのいいのかなと思います。今回は生まれた年の映画を見てみようでした。この動画がちょっとでもいいと思った方はチャンネル登録、そして高評価ボタン押してください。ここら辺です。うん。